この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、そんなことよりもチャンネル登録者数千人を突破した。ありがたきことこの上ない。今年の6月2日にサトテル選手をパワプロで再現して、あのクソほど微妙な動画から早4ヶ月半。むちゃくちゃシフトチェンジして野球の時事ネタだったり、なんかいろいろ試行錯誤して動画を作ってきたぜ。時に厳しく、基本的に優しい視聴者の方々のおかげです。本当に、ありがとうございます。むちゃくちゃ嬉しすぎて本当に何を語ればいいかわからないが、これからも、まったりとゆるく長く毎日投稿を続けていくので、よろしくお願いします。さて、今回は前回から引き続き、DeNA のドラフトの紹介がしたい。前回の巨人のはドラフト紹介とは言わないぜ。DeNA のドラフトの週間ベースボールの得点が85点、ナンバーの小関さんの点数が75点だった。点数は3年後につけてほしいぜ。ドラフト1位は阪神との競合に勝って、一律和歌山の小園健太投手を引き当てた。DeNA がドラフト1位で高校生を引き当てたのが27年ぶりだそうだ。そりゃ T シャツも作られるぜ。そんな DeNA だが、くじも当たって、ドラフトでも大成功している。ドラフト1位の小園選手は紛れもない超高校級の逸材だ。ヤクルトの獲得した方がいい選手の動画で紹介してたぜ。小園選手は完成度が高い投手で、今年の高校生ナンバーワンの実力だ。コントロールがむちゃくちゃいいぜ。しっかり2軍で育てて、早ければ再来年にマウンドに立ちそうだ。むちゃくちゃ期待しかないぜ。ドラフト2位は早稲田大学の徳山聡真選手だ。即戦力の右ピッチャーだぜ。大学生左腕が豊富な年に、右腕で評価の高い徳山選手を獲得した。やっぱり、DeNA のドラフトは独自性が高いぜ。徳山選手は最速151キロの本格派で、バランスの良いピッチャーだ。体の柔軟性が高く、伸びのある球を投げることができる。今後の成長に期待だぜ。3位は東京学館高校の相原雄之介選手だ。巨人戦でやってた選手だぜ。高校通算33発の打撃力と、50メートル 5.9 秒の脚力、投手としても最速137キロの強肩が魅力の選手だ。期待するしかないぜ。横浜には同世代で偶然イケメンの森選手もいるから、お互いが競い合って高めていくと本当にいい選手になるぞ。ゴリゴリに期待するぜ。4位は法政大学の三浦銀次選手だ。三浦選手も大学生右腕だぜ。最速150キロのストレートと、左右に投げ分けれるピッチングが魅力の選手だ。監督と同じ名字だから髪型も同じにしてほしいぜ。完成度の高さをむちゃくちゃ評価されている選手で、同じく右の徳山選手とローテを争うような選手になりそうだ。5位は専修大学松戸高校の深澤大輔選手だ。右のサイドハンドだぜ。最速144キロのサイドスローで、三振の山を築いていくピッチャーだ。内外角へのまっすぐに、変化球を織り交ぜる丁寧なピッチングが魅力の選手でメジャーの国際スカウトからも目をつけられる潜在能力も魅力な選手だ。むちゃくちゃ期待するしかないぜ。今後しっかり体を作ってしまえば、恐ろしいピッチャーになることは間違いない。6位は神奈川大学の梶原光輝選手だ。ヤクルト編で紹介した選手だぜ。柳谷生と呼ばれる実力の持ち主で、ポテンシャルは計り知ることができない。どの方向にも強い打球を打つことができる天性のスラッガーだ。足も速くて肩も強いぜ。文句なしで最高クラスのバッターで、今後セリーグの脅威になると思うぞ。育成1位は徳島インディゴソックスの村川凪選手だ。50メートル 5.5 秒と規格外の数字と、独立リーグながら盗塁成功率 80%。とんでもなく足が速いぜ。育成2位は小松大谷高校の東出直也選手だ。守備能力や送球に定評のあるキャッチャーで、二塁到達 1.9 秒前後から 1.9 秒台の素早い送球で捕殺を奪うぞ。支配下枠を勝ち取ってほしいぜ。3位は茨城アストロプラネッツの大橋武選手だ。俊足と広い守備範囲、投手としても活躍した選手で、グラウンドを駆け回る左の外野手兼投手だ。育成出身の二刀流は熱いぜ。確かに評価が高い理由がわかるぜ。独自路線だけど育成と即戦力のバランスがいいぜ。今後、各選手が大きく成長すると、TBS 時代のベイスターズは忘れ去られるかもしれない。本日はここまでだ。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。